クレマスレーサーの青木拓磨です。はい、今日はですね、鈴鹿サーキット三重県にあります鈴鹿サーキットに来ております。ここにありますホンダ CBR1000RRR です。僕が乗るためにですね、装置をつけてます。皆さんどういう風に僕が乗ってるかっていうのを、ね、分かってない人が結構いらっしゃったと思うので、まあその辺をですね、今日は、まあ、このホンダ CBR トリプル R と手動装置を説明と、そして走りを皆さんに見せていこうかなというふうに思っていますので、こうご期待してください。はい、まずですね、 RRR のエンジンのかけ方です。まず、このキーは別にあるんですけども、これはあくまでもタンクのキーです。これを入れるわけではありません。これは自分が持っている場合、まあ、これをここに置いて、そしてここプッシュです。そうするとこういう風な文字が出てきます。でこれから今度はスタート入りますが、というような形で入ります。はい、まあ、これがですね、基本的なエンジンとなります。で切るときはどうするかというと、前に回すとあえて切れるという風な形です。まあ、エンジン切るスイッチもありますけども、こちらですね、もう一回これイグニッションを押します。はい、これで電光掲示板です。 FI ですので、ここの辺、そしてエンジンを、じゃあギアチェンジ、まあ、これがどういう風な形でギアチェンジをするかというと、じゃん、こちらです。これがですね、この CBR 特製ではなくて何の車両でもつけれるんですけども、まあ、これ電磁アクチュエーターになってます。電気の力で上に行ったり下に行ったりという風な形で、言ってみれば足首と同じような動作をしてくれて、まあ、このギアレバーをですね、チェンジレバーを上に上げたり下に下げたりっていう風な動作を可能にしてくれます。車椅子になって足が動かなくなったり、その足首が動かない方でもギアチェンジのものが乗れるようになるということですね。このスイッチはですね、このここにあります、緑と赤のボタンを押すと、これがカチャンカチャンと動く。まずはじゃあ動かしてみましょう。緑を押すとアップしていく。で赤いボタンを押すと逆に下というふうな形になります。まあ、単純に言うとこれだけです。僕は足が使えないので、あっちの右にあるそのリアブレーキ、リアペダルですね、ペダルをですね外して、こっち側の下にレバーを親指ブレーキみたいな形でやったりするんですが、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと借り物のバイクとかそこまではしませんでした。レンタイの車両は実はこっち側にブレーキがついたりして、というふうにブレーキを萎縮してますけども、まあ、そういう乗り方もできます。じゃあ実際にちょっとエンジンかけてやってみましょう。まずクラッチを握ってます。で今 N ニュートラル、ここで、はい、1に入りました。でここからクラッチを少しずつ離していくと、後ろがこうやって、でこれで青いボタンでアップボタンを押していくと、これで入れたのに入れる時はキャブを少しするとかなり入る。ギアチェンジはこれだけ。あとここ自転車の SPD ですね、これ足にカチャッとはめると足が動かなくなって、足がずれないっていう風なシステムになってます。転倒するともちろん外れるので、まあそういう部分では、まあ、強さは変更は勝手にできるんで、強さはここのかしめ具合はできるんですが、
まあ、もし万が一転倒した場合もですね、ここからパンってすぐ離れるように、カラオケバイクが離れるようにはなっている構造にはなっています。で、あと場合によってはですね、バイクにまたがってた状態で、ここにベルトを通したりっていうことはしたりしますので、使う人ももちろんいるし、使わない人もいるんですが、僕の場合は、使わなくても、今のところはというふうな形になっています。はい、こちらもですね、まあ、これはリアブレーキにはなってるんですけども、まあ、僕はリアブレーキ、足が動かないので、このリアブレーキは使えません。まあ、基本的にここのところにガチャッと、ブレーキのここに、この金具をつけてるやつをポッとはめるだけというふうな形になっています。今回、これいっぱい、まあ、デジタルパネルというのがあるんですけども、電子制御はいっぱいついてます。まあ、まず、このところのモード1。っていうのがですね、まあ、これでこの下のところでマッピングが変えられたりするんですね。トラクションコントロールが5、6、7、8、9っていうふうな形でマックスまでトラクションコントロールいけるモードにはですね、ポジション、パワーとトラクションコントロールというふうな形になります。モード3までいろいろと自分の好み、走り方、そして雨であったり、路面が冷えてるっていう風な形で自由に組み合わせることができるという風な形になります。こういったモード、トラクションコントロールであったりパワーを下げる、上げるっていうこともできることによって、自信がない人、フルパワーを扱えない人でも、CBR1000、RRR をですね、扱える、そういったスーパーマシンにもなっています。このウィングはですね、140キロぐらいからよーく効くんですね。鈴鹿サーキットだとですね、どの辺で効くかというと、ダンロップ立ち上がってから、ここのところ立ち上がっていくところもですね、フロントがふわふわしないようになってたり、そういう風な形で非常にフロントの安定性もですね、スタビリティをぐんと上げてくれる装置もつけてます。今から乗ります。今から乗ります RRR でですね、走ったわけですけども、最初は路面がですね結構濡れていまして、ハーフウェットっぽかったんで、まあ、このタイヤだとなかなか、グリップが薄かったかなとは思いました。以前鈴鹿を走った時は、CBR の RRR だったんですけども、まあ、その時よりもですね、相当パワーとこのウィングですね、ウィングレットがすごく効いてました。特にやっぱり違うところはですね、まあ、路面が乾いてきてからだいぶ、アクセル上げていこうとしてたんですけども、まあ、S 字区間、もう一発目のですね、3コーナーの入り口であったり4コーナーへの押し込みっていう部分では、前の CBR よりもだいぶ重くなった感じ、まあ、重くなったイコールそれだけ接地感、フロントの接地感が増えたということになるんですが、まあ、本当にですね、そういう部分では本当に楽しい、サーキットでも楽しい CBR だったかなというふうに思います。まあね、本当に普通にストレート走ってても通常の人と同じ以上かもしれないけども、スピードも
出たんじゃないのかなとは思います。で残念なことにちょっと最終コーナーのところがかなりまだちょっと濡れていたので路面を見ながらアクセル上げていたというところだったけど、まあ、でもねこれはやはりこうやって鈴鹿サーキットであったり、ちゃんとした、クローズドしたサーキットだからこそできるものです。決して一般道ではやってはいけません。コンセントから大好きでした。あ本当に今は大好きじゃない。いやもう本当に。グッドボタン、そして、チャンネル登録をよろしくお願いします。